神はこのように語るんです。神は実にその一人もくださったことにこのように愛してください。それは御子を信じる者が一人も滅びないと永遠の命を得るためです。聖書が語るこの世ということはコスモスという言葉で、神を信じない世界のことを実はこの世って言うんですよね。でもイエス・キリストはこの世を愛してくださって、神を信じない世界を愛していただいて、越谷のあなたを神は愛しているということなんですね。そしてあなたを救うために十字架に立ってください。ぜひこのキリストの愛を皆さん心に信じて受け入れてほしいと思います。信じるだけで救われます。そのことを